身にとって世界へのステップアップに向け落とすことのできない大事な試合、最も難しいと言われる初めての防衛戦に挑みます。韓国王者相手にタイトル防衛なるのでしょうか。5ラウンド KO 宣言、チャンピオン大和シン。では現役の韓国チャンピオン OPBF3 位チョ・ヨンイン。 OPBF スーパーバンタム級タイトルマッチ、この試合のジャッジは韓国のキム・ソッコンさん、日本の森田健さん、そしてレフェリーは日本の内田翔一さん、以上3人が採点に加わります。12ラウンドで行われますこの OPBF のタイトルマッチ、3ノックダウン制で行われます。4ラウンドまでの偶然のバッティングによる試合停止はドロー、5ラウンド以降はそれまでの採点により勝敗を決します。笠井さん、はい、後輩の大和シン初防衛戦を迎えます。そうですね、初防衛戦、まあ、普通はね、緊張をしてね、はい、力が出せない選手が多いんですけども、はい、まあ、大和はね、天真爛漫でね、ええ、性格明るいところありますから、はい、力出し切るんじゃないでしょうか。キリッとした表情です大和シン。このタイトルは5年前笠井さんが保持していたものと同じものですね。そうですね、まあ、ぜひね、はい、まあ、防衛して、はい、ね、またジムに持ち帰ってほしいですね。はい、さあ大和中盤5ラウンドまでの KO を狙っていると話していました。さあ注目の第1ラウンドのゴングが鳴りました。白のトランクスが大和シン、 OPBF スーパーバンタム級チャンピオン、今日が初めての防衛戦です。対します黄色のトランクスは韓国チョ・ヨンインです。韓国のスーパーバンタム級の現役チャンピオンです。まず大和が右のジャブ伸ばしていきます。そこに低く入ろうとしていますチョ・ヨンインです。この大和シンなんですが、1ラウンド立ち上がりジェスマーカ戦でダウンを食ったので今日は慎重にいきたいというふうに話をしていました。笠井さん、この今の立ち上がりはいかがご覧になっていますか。そうですね、まあ、慎重ですけどもプレッシャーをかけてますよ、大和。左の伸ばしていきます大和シン。相手が打てない距離を見極めるために最初は距離を取って戦う、そして逆に1ラウンドからお強いなと思わせるような戦いにしたい話していました。大和左ボディ、はい、ですね、左ボディにパンチが当たっています大和。現役の韓国のスーパーバンタム級チャンピオンを相手に初めての防衛戦です。対しますチョ・ヨンイン、韓国は右のファイター26歳です。プロデビューは大和より早い92年ですが、兵役が3年ほどあったためキャリアは大和の半分、11戦して9勝5 KO 2敗という戦績です。低く返って身の振り打ちます。顔面に返していきます大和シン。大和落ち着いているように見えますか、相手の動きがよく見えてます。さあ左が当たっているショートレンジからの左アンツー。大和はもう左のね、タイミング取ったみたいですね。あ、もうそれは確認できましたか。さあいい立ち上がりを見せています大和シンです。現在 WBC 世界スーパーバンタム級10位にもランクされています。世界ランカーとしての意地を見せたい、そしてチャンピオンとしての意地を見せたい大和シンです。軽快な立ち上がり、前に出ていきます。クリンチに逃れます挑戦者チョ・ヨンインです。さあ少し距離を取って右のジャブ伸ばしていきます大和。白のトランクスです。画面左側大和、そして黄色のトランクスがチョ・ヨンイン、挑戦者韓国のスーパーバンタム級チャンピオンのスター。ワンツー顔面低く返って右のボディ伸ばしていきますチョ・ヨンイン、まあ、よく見えてますね。顔面返していきます。さあチョ・ヨンインが少し前に出てきました、うん、スーパーバンタム級 OPBF のタイトルマッチです、うん、オープニングラウンド今のね大和のジャブね、このジャブが出るとね、はい、いいんですよ。もっとね、はい、チョ・ヨンイン入りづらくなりますよね、はい、ところにね。さあこの右のジャブを出していこうという大和です。右のボディを返しましたチョ・ヨンイン、左顔面を返します。そして接近、このチョ・ヨンインは右のファイター接近戦を得意としています。まずは自分の懐には入らせたくない、そう話していましたチャンピオンの大和。そう右顔面食った、この右をね、はい、気をつけなきゃいけないですね。大和はねサウスポー、サウスポーの選手は相手の右ストレートは気をつけなきゃいけないですよ。はい、さあその気をつけなければいけない右が大和の顔面を捉えました。
出だし勝負はね様子見ようと思ってたんでしょうけど、はい、後半ねラウンド後半出てきましたね。はい、さあ左返していきます大和。ここで第1ラウンド終了です。笠井内さん、この第1ラウンド立ち上がり前半がかなり大和出ましたが後半も調子出てきましたね。後半にあの超4位がね、はい、少し出てきましたんで、少し押し戻されましたけども、うん、まあ、大和ね、はい、調子はいいんじゃないでしょうか。はあ、あの大和は試合前初防衛戦だが守るという気持ちは捨てていつもの試合と同じように戦うというふうに話していましたが、その辺はどうでしょう。まあ、1ラウンドは様子を見ながらですけども、はい、プレッシャーをかけてましたんで、それで集中もしてますね。いい立ち上がりだと思います。はい、昭和50年7月9日生まれの24歳です。経験のエースボクサーに成長しました。さあ第2ラウンドを迎えます。大きく深呼吸、鈴木トレーナーの指示を聞いています。さあ第2ラウンド、まず超4人、挑戦者がパンチを出していきました。そうですね、大和は気を抜いてはいけないですね。はい、超4人ちょっと変則的にね、強引に攻めてきますから、はい、気抜けないですよ。さあ大和を攻めていきます。右のジャブを伸ばしていきたい。はい、赤コーナーの鈴木トレーナーなんですが、はい、まあ、第1ラウンドは上々の立ち上がりと見ているようですね。はい、で自分のタイミングでゆったりとジャブでタイミングを取っていけというふうに話していますね。落ち着いていけという指示です。はい、やはりこのトレーナーもジャブでという話なんですね。そうですね、ジャブが出ると長身でリーチがありますから、大和はねその利を生かしたねボクシングですか、もう必要ですよ。はい、大和は身長が175センチ、対します黄色のトランクス韓国の挑戦者は171センチ。さあ大和距離を詰めていく。左のストレート、大和は階級を上げまして、左右のパンチのキレがね増してますから、はい、パンチ力が増してますよね。なるほど、それともう一つはだからうまさですね。はい、右の手の使い方、右のジャブの使い方ですね、その辺を出してほしいです。はい、大和は初めての挑戦 OPBF バンタム級タイトルマッチジェスマーカーに敗れてからウェイトを1階級へのスーパーバンタム級に上げています。今回の減量も非常にうまくいった、体調は今までで一番いいというふうに話しておりました。長谷川さん、はい、青コーナーの超4位なんですが、はい、パンのタイミングは合っている、これでいい、うん、そして頭を振って右のクロスだという指示を受けました。はい、確かに超4位の右のボディーブローですか、はい、タイミングよく入ってるんですね。はい、ということはね、顎にもねタイミングが入るということなんですね。はい、まあ、その辺は気をつけないといけないですよ大和。なるほど、あ、来た、その今気をつけなければいけないといったの右ですね。超4人の右フック顔面を捉えました。さあ大和どうするか。さあ右出てきましたね超4人。そうですね、はい、大和が打ちそれをね先に打ちたいんですよ。はい、左ストレート、この大和、そうですね、あ、顔面食った。さあ接近戦になっている。左のジャブ伸ばしてきます超4人。第1ラウンドほとんど当たることのなかった超4人のパンチが徐々に大和に当たり始めています。さあ大和ここは落ち着いて仕切り直していきたい。右のジャブを打っていきます。とにかく相手はタフガイという印象を持っていると。あのね右の超4人の右のボディね、はい、あれいやらしいボディですから、はい、あの辺をね打たせていけないんですよね。はい、こう打たさないためにはどんなことを、やはり、ね、距離をうまく、ね、取って、はい、で打ち始めの行動に、はい、潰しておくべきなんですね。はい、この中途半端な距離は、この超4人の距離だと大和も分かっているようなんですけれどもね、思い切りがいいですから超4人踏み込みはね、はい、自分は遠い距離かあるいは一気に詰めてそのメリハリをつけたボクシングをしたいと話していましたチャンピオン白のトランクス大和慎です。背中が見えています。このジャブね嫌がらせのジャブいいですよ。あ、このジャブですか。さあ右のジャブポンポンと軽くついていきます。超4人も左のジャブを伸ばしていきます。大和はサウスポー、そして超4人黄色のトランクスは右のファイターです。右の拳を下げて、そう、顔面取れた。大和のストレート、第2ラウンド終了です。大和慎にとって初めての防衛戦、第2ラウンド中盤にストレートを食らってしまいましたが、硬さという部分はあるんですか、大和は。まあ、今のところは、逃がしてましたけども、ある程度ね、はい、ただね、足が揃いましたね、今の時は、はい、で正面にね、立ってしまいますとね、タイミング取ってますから、はい、正面にね、気をつけなきゃいけないですね。はい、さあ、第2ラウンド中盤にパンチを食らってしまった大和、第3ラウンドに入ります。しかし裏を返せば相手もね正面にいるということなんで、はい、大和が先に左を出せばね当たると思うんですね。出だしのような左ストレート見たいですね。さあ積極的に前に出ているのはチャレンジャー韓国スーパーバンタム級チャンピオンの超4人です。この超4人は今年の2月23日前回大和と王座決定戦を戦ったキルキオーの返上した韓国王座についています。
勢いに乗っている右のファイター OPBF3 位にもランクしています。さあ大和左が当たった左、この左でいいんですよ。右持っていきます。大和新チャンピオン白のトランクスです。先に打てば必ずねスピードのある大和が勝りますから、はい、先なんですね。左ストレートですね、はい、先々に打っていきたい大和です。さあリング中央体を突き合っています。チャレンジャーを突き放しましたチャンピオンの大和白のトランクス、右のジャブ伸ばしていきます。その懐に飛び込んでいこうという超4位です。そうですね、いいジャブが出始めましたよ大和。いいですか、はい、さあワンツー前に出ていく左のストレート大和。さあニュートラルコーナー付近大和が徐々に前に出ていきます。大和は初めての挑戦、去年の1月 OPBF チャンピオンのジェスマーカに敗れて、このタイトルを2度目の挑戦で取ったタイトルです。さあ大和このタイトルを何としても守りたい。左ストレート、さあいい顔面、顔面にいいパンチが入っている青川直樹、左のボディ、今大和構成ですよ、はい、さあその大和に対して強引距離を詰めてきた。さあしかしこの服は空振りだ。少し大和も相手の前でね、はい、正面立って体が開くんですよね、はい、あー左振った、左振った、これはダウンを取られてしまいました。チャンピオンの大和左フックでダウンを取られてしまいました。さあ、大和、右の上を切ってしまいました、ね、前回もこの右のまぶたの上を切ったんですが、第3ラウンド開始早々で右のまぶたの上を切ってしまいました。さあ、大和としては、ね、今の倒れ方が心配ですよ、はい、この、顔面に切った、切ってますね、はい、さあ、大和、第3ラウンド劣勢に回っています、うん、おっとこれは強引な攻めを見せます。超4人です。ここでやはりね、はい、サースポーの利点に関してね、はい、右方向に回りながら、はい、出てくるは右フックで引っ掛ける、はい、うん、やはりサースポーに右フックをね打てないとダメなんですよ、はい、さあ右を振った、この試合まだ右フックほとんど打ってないんですよ大和、はい、逆にこの超4人のチャレンジャーの方の右のが当たっていますね。右とあと左フック、ね、さあ右ボディ当たった、はい、さあ大和としてはこの窮地これねまともに、あー左振ったんだ、してしまいます。なんとか盾大和新、はい、右方向にね聞いちゃうとね正面立ちすぎなんですよ、はい、さあ正面立ちすぎという話がある。これはねクリーンしてもいいんですね大和ピンチ、さあ残り10秒、なんとか持ちこたえる大和、初防衛戦苦しい第3ラウンド、はい、第3ラウンド終了、大和ダメージを残してしまいました。このラウンド2回のダウンを食らっています。この試合を前に無駄なパンチをもらわないことを課題に挙げた大和なんですが、うん、この左完全に入ってしまいました。ポイントね、はい、捉えられましたね。完全にこの上を捉えましたね、あとカウンター気味になりました、はい、そして現在あの大和まぶたの上を切っています、うん、まあこれはね、はい、もっとねミニフックね、はい、打ちまして相手が出てくるのを引っ掛けるとかね、はい、そういうボクシングをしないと、はい、相手の力をまともに受けてしまうとね、はい、まあ韓国のチャンピオン超4位ですから、はい、手強いですよ。前回大和がこの王座を取るときに戦ったキルキオ、そのキルキオが大和出てる、ちょっとまだダメージ残ってますね。さあダメージ残ってる、右のフックが、さあチャレンジャーが前に出る、超4位が前に出る、大和ピンチ、おっとここで傷を確認します。レフェリーの内田さんが、右のまぶたから激しい出血が見られます。しかしこの間にこのダメージをなんとか回復してほしい部分があるんですが、この傷が心配です。前回キルキオと戦った時この右のまぶたの上を切りました。実は大和はこれまでの試合3回まぶたを切っているんですが、すべて同じ部分です。4回目の今日も右のまぶたの上を切っています。じゃキルの方もね、あ、キルキオの方も少し超4位の方ですね、超4位ですね、超4位が少し左の方を切っていますか、左の前のあたり、ね、出し面から血がかか、切っていますね、うん、しかしヤマトの方が少し傷が深くも見えます、長谷川さん、はい、そのヤマトの傷なんですが、左のおでこのあたりもですね、はい、これバッティングで切れているんですね。2箇所切ってますか、2箇所なんですよ、はい、ちょっと心配です。あ、ヤマト佐藤くらっている右のストレート、さあチャンピオン、チャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ、ボクシングしてもいいんですよ今、はい、ダメージが回復するまでボクシングして、さあ大和前に出る、右ストレート、さあ大和も前に出る、切る、超4人今ね右フック入ったんですよ大和、さあチャレンジャーの方にもダメージを与えている大和、このラウンドなんとしても乗り切る、右のストレート、この右フックで打てるなら、はい、本当打たないとダメなんですよ。さあ大和行け、前のラウンドで2回ダウンを食いました、
まぶたも切っています。額も切っている。なんとしてもこの初防衛戦、苦しい苦しい、はい、ヤマトいった、ヤマトいった、あいまい、その後ね、あいになった、ミノボディ前に出てくる、超4位の右も入ってますよ、はい、はい、非常に目が離せない、非常にスリリングな展開になっています。ヤマトはピンチを打ち合いでね、サイドリー、しかし、超4人も右を返した、ミノボディ、さあヤマト、ヤマト前に出る、さあヤマト魂が右をつけろ、ワンツー、やり、右を切った、一進一退の攻防、ヤマトのストレートもね入ってますよ、このラウンド、はい、さあ、まぶたから出る、ああ右切った、右のフック切った、ヤマト立て、スーパーバンタム級タイトルマッチ、今ね、完全にダメージはね、はい、取れてないんですよ、ヤマト、もう一発クリーンヒットが入れば両者倒れんばかりでダメージ、右のストレート、ヤマトヒットした、さあ接近戦、鼻からもまぶたからもそして額からも血が出ているヤマト、ひるむことなく前に出ていけ、ヤマト神、出血がひどいですね、ヤマト、はい、非常にもう鼻からも出ていますね、さあ超4位もしかし苦しそうな表情を見せています。チャレンジャーは韓国の現役チャンピオン、そしてヤマトは OPBF スーパーバンタム級チャンピオン、最も難しいと言われる初防衛戦の舞台です。第4ラウンド、さあ左から前に出ていく、ヤマト左、右、ピット、相打ち、さあですね、ちょっとディフェンスの部分がどうなんでしょう、ヤマトはちょっと強引にいってますけども、はい、さあヤマト、ここは突きを取り戻してもらいたい、左入った、さあジャブも入っている、超4人が一瞬グラッと前に倒れました、超4位、おー、相打ち、ヤマトこらえた、ヤマトこらえた、接近戦です。超4位もね、打ち疲れてね、あと今ね、はい、打ち急いでね、体開いてますから、はい、ヤマトのやり、ワンツー、ヤマトのパンチも入ってきました、練習で出していたワンツーが見られたヤマト、このラウンド、うん、まだ時間は少々残っています。この苦しいラウンド、何としても乗り越えてもらいたい。ここで第4ラウンド終了しました。第3ラウンドでヤマトはダウンを食いました、2度食いました。そしてこの前のラウンド、第4ラウンド、なんとか持ちこたえたんですが、一発入ればというシーンもありましたね。そうですね、相手がね強引に来てますから、はい、ヤマトのね左ストレートもねだいぶ当たりましたよ。そしてかなりヤマト、この顔面から出血があるんですが、はい、このタイトルマッチは12ラウンドあります。どういう戦い方をしていけないんでしょうか。ちょっとね、早くから切りましたから、はい、まあ、ボクシングしながら、はい、アウトボクシングしてもいいんですよね、はい、でこの前のラウンドね右フックなど打ちましたんで、そういうのを使いながらね距離を詰められたくないですよ、はい、そしてこのダメージはどうなんでしょう。ヤマトはまだ残ってますか。少し残ってますよ、まだね、まだ足がちょっと軸がずれてるようにも見えるんですが、そうなんですね。さあしかしヤマトなんとかジャブから自分のボクシングスカー、左から顔面ヒット、この左ですよ、ヤマト息を吹き返すか。防御にもしっかりとガードを見せていますヤマト神、これ以上傷を痛くないチャンピオン。あとフットワークも出てきました、はい、ヤマトいいですよ。長谷川さん、はい、このねヤマトの傷もう一つ二つ増えるようだとコミッションドクターも止めざるを得ないと言ってますので、なるほど、じゃあ傷は負いたくないですね、はい、しかし今超4人の右も受けました、軽く避けましたがこれ以上傷は負いたくないヤマトです。さあ左が入った超4人の左、さあヤマトが前に出る、相手のことをまともに受け止めないで左右にね、はい、左右に動きまして、はい、いなしながら打ちたいですよ。あ、今左のこのおでこのあたりからも血が噴き出しました。現在ヤマト右のまぶたの上、そして左の額のあたりを切っています、うん、さあヤマト満身創痍のヤマト、初防衛戦乗り切れるか。超4位は韓国の現役チャンピオン、前回ヤマトがこの OBBA スーパーバンタム級チャンピオンになるときに戦ったキルキオの返上したタイトルを今の右フックいいですよ、ヤマト取ったんです、はい、超4員としては韓国2敗するわけにはいかない、そしてヤマトとしてはそうやすやすと苦労して取ったタイトルを渡すわけにはいかない。さあ第5ラウンドです。あ、出血がひどくなってまいりました。超4員打ち分けてますよ、はい、顔面狙ってますね。さあヤマトもね、はい、打ってますから、ちょっとヤマトもね絞り切れますよ。ここで内田正和さんが再びこのヤマトの傷をコミッションドクターに見せます。ちょっとどうなんでしょう、右のまぶた、そして左の額がおでこのかなり割れてますね。さあ試合続行は可能なのか。現在第5ラウンドです。第4ラウンドまでの出血、偶然のバッティングによるこの試合停止は、おっと試合は可能なようです。可能ですね。さあしかしもうこれ以上は
左手が握った。さあチャンピオンピッチロープを背負っている、ね、チャレンジャーが前に出る。気を抜いていきます、ヤマトね、集中して。韓国チャンピオンのチャレンジャーが前に出る。ヤマト粘る。ヤマトは言いました、防衛して世界ランクを上げて、そして目標の世界へ旅立ちたいんだ。2度目の挑戦、1年1ヶ月かけて取ったこのタイトル、そうやすやすと韓国のチャンピオンに渡すわけには参りません。さあ前に出る、得意の左ストレート。サウスポーの左ストレート、振ってますね、はい、思いっきり振ってますよ。蝶はほとんど傷を負っていません。ただ今蝶はね、強引になってますからね、はい、隙はありますね、隙がね、あります、はい、ヤマトのパンチも当たりますよ。ヤマトが焦らずそこを狙っていけば、まだ勝機はありますか、まあ、それだけ冷静ならばですけど、はい、ダウンを2度食っています。現在劣勢に立っています、チャンピオン日本のヤマト神。そう、さあしかし足は使っています。押し身が浮かれてこのラウンド残り10秒、ね、あーっと右のカウント取りましたよ。さあヤマト打っている、さあ相打ち、相打ちになった。調子乗らないで足は止めない方がいいですよ。はい、第5ラウンド終了しました。この前のラウンド5ラウンドでも激しい打ち合いがありました。さあ今場内にこのカットした部分は偶然のバッティングによるものだという話がありましたが、まあ、出血が目に入らなければいいんですけども、はい、目に入るとこの距離感みたいなものが分かりにくくなってきますよね。右のまぶたの上、そして左の額を切っていますヤマト。ただだいぶヤマトはね、ダメージはね、はい、回復してきますね、はい、逆に張本人の方が打ち疲れというんですか、はい、もう振り回してますから、はい、ね、だいぶね、疲れてきてると思うんですよね。張本人としては12回戦は初めて、そしてヤマトは2度 OPBF タイトル戦っていますので2度経験があります。ヤマトの後半のスタミナ部分という部分は、ヤマトのスタミナはもう心配ないです。ヤマトはね、はい、もう練習真面目ですしね、スタミナにはもう心配ないと思いますよ。普段の練習は25ラウンドほどの練習をしています。スタミナにはパンチを打たれてね、はい、スタミナはやはりね、激減しますから、はい、その辺が心配です。黄色のトランクス、挑戦者韓国の張本人、ヤマトに襲いかかります。さあヤマト少し落ち着いて右のジャブから作っていく、前に出るヤマト、うん、さあヤマトです。流血がかなり激しくなっています。中盤第6ラウンドに入っています。東洋太平洋タイトルマッチは12ラウンドで行われます。ヤマトはね、左から右吹くね、はい、いいですよ。だから相手の目の前では止まらないことが大事ですね、はい、さあ今右伸ばしてきた、それをかわした、しかし右の吹く、張本人の右吹く、リングの中央に戻ってきました。両者細かいジャブを出していきます。チャンピオンヤマト左を振った、あの左吹くもらっていないですヤマト、はい、この今の食わない、もうちょっとやっぱりガードですか、あのね、はい、超要因単発できてますから、はい、よく見れば、あっと超要因額に頭を当ててきます。この辺は嫌らしさもあります。これ以上傷が深くなりますと、この終わっているラウンドまでの採点となります。2度ダウンを食っていますヤマト、ここで採点されると非常に厳しいヤマトです。何としても乗り切りたい、低く返っていきます。相手の体に右の手を巻きつけていきます。まだボクシングしていいですよヤマト、はい、ボクシング。さあ接近戦になっています。しかし前のラウンドに比べると足は動いてますよヤマトね、はい、そして流血もそれほどではありません。若干目には入っていますが、まだまだ大丈夫そうなヤマト、落ち着いていきたい。右のジャブを伸ばしていきます。そしてこの張本人の攻めも少しスピード落ちてきましたね、うん、踏み込みが少し鈍くなってきました、はい、少し打ち疲れ、そういった部分もあるんでしょうか。さあ、ツー、顔面に打ち下ろした、ヤマト。さあ、第6ラウンド残り時間が少し少なくなってきました。ヤマト、このピンチを乗り切れるか、うん、苦しい初防衛戦です。 OPBF スーパーバンタム級タイトルマッチ、張本人少し前に倒れていますね。左のストレート、いいヒット、ヤマト、いけ、左もヤマト、左も右も入ってますからね、はい、チャンスあると思いますよヤマト。必要に寄っていきます。しかしヤマト、それを軽快にかわしていく。リング中央です、体をつけます。第6ラウンドが終了しました。これから後半に入ります。この前のラウンド、ヤマト、いいパンチが入り始めてはいますね。張本人が強引にね、はい、体を開きながら打ってきますから、はい、左ストレートが面白いように入っているんですよ、
それとあとね、ミニ服の返しなどね、はい、ヤマトは気をつけなきゃいけないのは相手の目の前に止まって、はい、打ち合うのは気をつけなきゃいけないですね、はい、いけないです。その距離と立つ位置ですね、ええ、まあ、まあ、いなしながらですね、はい、いなしながらボクシングしないとまだねパンチは残ってますからね、張陽院のねパンチ力は。神奈川県横須賀市の出身、24歳ヤマト真、この今日の解説、横浜高校の先輩葛西雄一さんに憧れて帝拳に進みました。そして現在戦っているこのタイトルマッチは5年前葛西さんが持っていたものと同じタイトルを守るために戦っていますヤマトです。初防衛戦、先輩の前でそのタイトル韓国人のボクサーに渡すわけにはいきません。身のジャム伸ばしていく、左ストレート、距離は前のラウンドより少し離れているようにも見えます。そうですね、いい足の動きをしてますよヤマト。はい、ダメージといった部分はだいぶこの回復しているでもね、一発もらうと少し止まるんですよね、それだけ怖いんですよ。さあ左出る、さあうまく左ストレート当てた、張陽院の顔面に左のストレートを伸ばしていきます、うん、チャンピオン OPBF チャンピオンヤマト真です。長谷川さん、はい、チャンピオンサイドなんですが、あのジャブから左のストレート、はい、右のフックまで、はい、自分のリズムでどん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 特に長いパンチ出していいぞという指示が、ね、出ていますね。そうですね、だからはい、スピードを、ね、はい、もっと活かしたボクシングするといいんですよ。スピード、だいぶこのちょっと、ね、強く左を打とうと、ねしてね、足を止めるんで、はい、そうではなく、ね、いつもやってるボクシングですね。ワンツーフック、またヤマトの出血をコミッションドクターに見せます。やはりこの左の額の部分が、ね、ひどいですから、これ以上深くなるとストップという話もありましたが、どうなんでしょうか。おっと今鈴木トレーナー、定型の鈴木トレーナーがレフェリーの内田正和さんに呼ばれました。これまで第3ラウンドに2回ダウンを食っていますヤマトです。ここで止まると非常に苦しい結果になるかもしれない。東洋太平洋スーパーバンタム級のタイトルマッチ初防衛戦、ヤマトが左の、おっとまだ続行が可能です。判定は非常に微妙です。さあヤマト行け、ヤマト行け、ダウンを食っているが、ヤマトが返して、ただこのね、今のストップの間に、はい、腸もね、はい、回復するんですよ、その辺気をつけながら打っちゃいたいですね、ヤマト、はい、両方がダメージを受けています。そしてヤマトがこの傷を見せている間に相手も復活しているわけです。さあその辺に気をつけたいヤマト、さあワンツー打っていく、このね、右気をつけないと、はい、右は気をつけたいヤマトです。今度は右ボディ打ってきた、低く入ってくる挑戦者張陽院です。さあヤマト行け、左ストップ、クリーンヒット、さあまとめろ、ヤマト行った、ヤマト行った、赤コーナー付近、そうヤマがこの攻撃ですよ、はい、さあヤマト魂に火がついた、さあ2つの右のフック、左張陽院がなってきた、ヤマト行け、ヤマト行け、チャンスだ、赤コーナー付近、挑戦者がなってきた、ロープを背負って変わらず前に出る張陽院、チャンス、チャンピオン、チャンス、劣勢を覆すチャンスだ、場内ヤマトコール大声援、ヤマトチャンス、左ストレート、左当たってますよ、いい、左入ってますよ、パーロープ右ストレートヒット、張陽院クラッときた、張陽院クラッときた、ヤマト行け、ロープを背負っている挑戦者、ヤマト魂に火がついたぞ、ヤマトコール、ヤマトコールが水道橋後楽園ホール、血を揺らさんばかりの大声援です、さあ左ストレート、張陽院たまらず前に掴み込んでいきました、ワンツー、力のないアッパーを返していきます挑戦者張陽院、今度はニュートラルコーナー、さあここでタオルアップ、後ろに倒れたがこれはスリップ、非常にエキサイトしています大和、後半ものすごい攻撃を見せました。もう何度も何度のこのコミッションドクターに傷を見せられて、ついに大和前に出ましたね。そうですね、出なければいけないところ出ましたし、はい、腸もねだいぶダメージを負いましたよ。今このスツールに座っていても深呼吸する部分が多く見られます。挑戦者、さあ挑戦者にダメージを与えることができたか、終盤第8ラウンドに入ります。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ、日本の帝拳のエース大和真にとって初めての防衛戦、終盤に入ります。ここら辺前のラウンドでかなりパンチを浴びせかけていきました大和真です。落ち着いています、表情に落ち着きが取り戻して参りました大和です。距離を不用意に詰めると今の右が飛んできます。さあボディに張陽院が伸ばしてきた、先ほどのラウンドの最後に倒れましたけども、はい、
あれはスリップだと思ったんですけどね、なんかダメージがちょっとあるみたいですね。あるみたいですか。山本少しこの膝の柔らかさに定評がある選手がちょっと膝のあたりガクガク来ているようにも見えます。なんかね、はい、どうしたんですかね。不審ですか。不審ですね。おっと今度はこれは傷ではなくて大和の左拳、グローブのテーピングが少し取れています。現在トレーナーの鈴木トレーナーがその剥がれた部分をカットしました。長谷川さん、はい、第7ラウンド終わって帰ってくる大和なんですが、ええ、ややフラフラしているシーンもあったんですが、あ、そうですか。鈴木トレーナーと会話もしましたし、はい、まあ、気合を入れられて大きな声で返事をしてましたので、なんとか大丈夫だと思いますね、はいはい、一口水も含みましたね、飲みました。あ、なるほど。さあ第8ラウンドです。大和はもうここまでね、ええ、粘ったんですから、はい、もう一踏ん張りですね、はい、ダウンをしているものの、この一進一退の攻防ですからね。さあいいパンチ入った、逆転のダウンでも奪いたいですよ、はい、さあダウンを奪い返せ。判定は非常に微妙です。パンチの切れでね、いきたいですよ、はい、現在笠井さんの採点でもほぼ互角と言っていいでしょう。長谷川さん、はい、挑戦者の張陽陰陣営なんですが、はい、こちらも苦しいが向こうはもっと苦しいんだ、はい、頑張れという声援をしきりに送っています。なるほど。この声援を受けるということはやはりこの張陽陰の方もダメージを受けてますね。そうですよね、はい、先ほどのラウンドなども、あーカウンターですね。さあカウンター食らってしまった。大和腰が立っているが、ね、さあ立て、さあ立て、ロッド足、右足がおかしい。さあ大和ロープを背負う、前に出た、そこに大振りのフック、体をぐるりとかわせさせました張陽陰です。大和の足に力が入らない、何かがおかしい、大和の右足に力が入らない。クリッチ、クリッチでもいいんですよ、クリッチでも、大和クリッチでもいいんですよ、大和後ろにクリッチでもいいんですよ、ウィクター、右ストレート、クリッチでもいいんですよ。さあ大和持ちこたえろ、赤コーラーに追いつけていく、まだ打ち返します大和、大和の精神力、ね、精神力はね、素晴らしいものがあります、精神力が定評ありますね大和、はい、大和はデビュー戦左眼科骨折しても入院生活から立ち上がってここまで登ってまいりました。精悍な顔立ちからは計り知れない精神力がこの男には潜んでいるんです。大和池、負けるな大和、苦しい苦しい初防衛戦です。第8ラウンドまた左から前に出た、単発ですからね、その単発をね、もう少しガードをしたいんですね大和、はい、ちょっとディフェンスが危ない、顔がこちらからよく見えるような状態だ、内割りの戻しが遅いぞ大和。張陽陰がしかし力なく前に出ています。今一瞬張陽陰の方も足の動きを確かめるような部分がありました。ここで救われるようなゴングが鳴りました。第8ラウンド終了です。この前のラウンド第8ラウンド、大和この右足の膝がガクガクする部分があったんですけど、そしてパンチを食らっていますよね、張のね、はい、もう力を込めたパンチをね、はい、まともに食らってしまいました。おっとここで試合が、長谷川さん、はい、赤コーナーの意思のようですね。あ、試合続行不能という表明ですか。はい、そうです。どうやら青コーナーの勝利ととなると、ここで新チャンピオン張陽陰ということになります。試合棄権、大和の危険ということで初防衛失敗となってしまいました。長谷川さん、はい、赤コーナー陣営なんですが、これどうやら出血もあって足の動きが完全に止まってしまったと、はいはい、危険だからやめるようにというふうに、ね、あの言い渡したようですね。本人は嫌だと言ったんですけれども、はい、まあ、危険の意思をセコンドが示したということのようです。ご覧のように満身創痍の大和シーン、いや苦渋の選択ともいえるこの危険なんですが、笠井さん、そうですね、今日ね、大和出だし良かったんでね、はい、楽しみにしてたんですよ、ええ、でもそこにその余裕のところにね、はい、落とし穴があったんですか、相手のパンチをまともにね、正面から受けてしまいました、はい、この大和にとっては初めての防衛戦、この東洋の初めての防衛戦、今先輩の浜田剛さんに肩を押されていきまして退場していきます大和です。この大和なんですが、今回このタイトル防衛は失敗となりましたが、今後この大和に臨むこと、そして今日振り返るとどんなことが言えるでしょう。そうですね、やはりあのストレートなどね、パンチ一つ一つは、はい、あのもういいもの持ってますから、そのパンチを生かせるね、ボクシングというんですか、その辺をね、勉強してほしいですよ。はい、今までは世界は夢だったけど目標に変わった、その世界への目標を掲げた大和だったんですが、防衛失敗、新チャンピオンは韓国の張陽陰ということになってしまいました。大和敗れています。